海軍総連署後日神戸海軍総連署神戸海軍総連署は江戸時代の源氏元年5月に江戸幕府軍艦部業の勝海舟の権限により幕府が神戸に設置した海軍士官養成機関海軍交渉である慶応元年まで続いた現在の神戸市中央区新興町周辺にあった京橋筋南詰には神戸海軍総連署後石踏みがある本校では 勝海舟の私塾、海軍塾についても触れている。上位論の功用とともに、石灰の防備が重要視され、文久三年に幕府は兵庫や西宮に広大の築造を決定。その指導を任された勝海舟は、同年4月に十四代将軍、徳川家持の大阪安順市に随行し、幾田川川口に上陸。家持から直々に、 この場所に海軍の総連局解説の許可を得た。海修は従来の幕府や諸藩の垣根を越えた日本の一大共有の海局を作り上げるという壮大な構想を抱いていた。総連署の施設は日茶矢村の網や吉兵衛が築造した船た出場を利用し、翌文休四年二月には外舟の土手を除いて竣工した。 総坪数は17,137坪で、後に、この敷地を取り込んで、外国人居留地が建設されることになる。幕臣でありながら、幕府の画界を予見していた、海州のもとには、倒幕派の志士も多く集っていた。この総連所が神戸にできて、以後、漁村であった神戸は、港町としての成長を見せ始めるようになる。それを見越していた海州は、地元で、 自分の世話をしてくれた者に、今のうちに土地を買っておくがいいと助言したところ、見事に地価が高騰し、そのものは大きな利益を上げたというエピソードがある。しかし、8月18日の政変で失脚した、長州藩が京都へ進行した禁門の変の攻めを、とあるて改修は、軍艦奉行を罷免される。さらに、土佐藩脱藩同士や長州藩に同情的な意見を、 持つ生徒が多かったこの総連書は、幕府の機関でありながら反幕府的な色合いが、恋として、よく慶応元年に閉鎖された。幕府が設置した総連書と、その会所前に開校し、脱藩浪人らを集めた、海州個人の私塾、海軍塾は、別物として考えねばならないという説が、松浦玲や篠原博士といった研究者から出されている。ありがとうございます。